はいどうもみなさん、こんにちは。アラタです。あラタのダンススクールとないりました。やってください。さあやってまいりました。今回ですね、真夜中のリアクション動画ということで INI からですね、ロケっていうのはこちらのパフォーマンスビデオが出てきました。見ていきましょう。収録ボタンよろしくお願いします。はい、ふ楽しみですい。行きましょう。夜遅いですからね。レッツラータウンおおニスキュン いやーふわっああやばいっすね。イエスあ素晴らしいイエス。あい ああ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 

チェック俺にはアジトアジトーーラケット来た来ましたスペースシップ 藤君いいですきた飛ぶんかかかとから火吹くんかひ,ひろああこれ好きほほ俺にはアジトアジトええー goo たまらんすね <laughs>。いやーたまらんすね<笑>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 。めっちゃいいじゃないですか <laughs> 高<笑><笑>。高評価だけ、高評価だけをさせてもらって。<laughs> えー、皆さんのコメント。こんなに、みんなこんなにいい表情で踊ってくれてたんだね。泣いちゃう泣いちゃう。その通り。MV ともダンスプラクティスとも全然違って、一人一人の表情までしっかり見えるのが嬉しかったし、本当に気迫が伝わってきた。マジその通りだと思います。MV ともまたちょっと違うし、ダンスプラクティスとも違いますもんね。いやー、これはちょっとね、ダンスカバー流行るんじゃないですか、これは。いやー、ちょっとテレビ番組で、ね、次は 見せていただけるんじゃないだろうかダンスプラクティスの解説するのでね、本当にお待ちいただきたいです。あのー、出てきますので。今週来週ぐらいで出てきますんでね。いやそうね。地上波で披露してほしいレベルですよね。アドリブもたくさん見れて。本当に日本でこんなにみんな顔を整えてて、ダンボールダンボールあ、ダンスのボーカルも、ダンスのボーカルもいいグループができ、ダンボールもいいグループって見えてしまいましたね。ダンスもボーカルも。いやこのね、スタートの

もうこのねラップラインのこの歌声に合わせてダンスが始まる感じはちょっとやっぱすごいですねさすがみんなのこと声の質感とねすごく合ってるんですねイエスああ、西君。 いやもう、最高じゃないですか。歌。リヒティ、西君とリヒティのこのつなぎ。あ、この前の Vlog のやつで、西君と佐野くんが、あの、壁画、壁画巡りしたじゃないですか。あれめちゃくちゃ面白かったですね。だから二人のやりとり、佐野くんがね、めちゃくちゃ面白い。あ、なんか、 やっぱ関西の方だから、その会話の回転の速さみたいなのがあるのかなと、西くんのその面白さみたいなところがすごく噛み合ってて、そうこれね、めちゃめちゃ僕ね、言いたかったんですよ。あれ、超面白かった。Vlog。本当に。いや、なんか、めちゃくちゃ笑って、朝見てたんですよ。ご飯食べながら。あのー、ブレイクファーストと共に見させていただいてたんですけども。いや、なんかね、いや他の方の Vlog もそうなんですけども、なんか、普通に面白いんですよ。トークが。 向いてるよね。なんか壁画の壁画とかなんとかこうとかさ。なんか後半もなんかその上り下りになってたよねとかさ。よかったっすよね。なんかね。いや、絶対ね、楽しいと思う。このチーム。なんか僕見てて思うんですよ。あの、気がいい。チームとしての気がいいんですよ。気がいい人たちがたくさん集まってると思うので、なんかそのプラスのエネルギーを持ってる人が多い印象。僕の中で。 でこういう人たちが多いと自然とあのいい方向に転がっていくんですよねうまくで大成すると思うその意味で僕は INI っていうチームそれは実力とかはもちろんそうなんですけどそれ以上に人間味うんはちょっと僕の中ではかなりあると思うあのですね本当にここだけの話ですけどメンバーの方たちの喋ってる内容の面白さとか空気感で ね、変わってくると思うんですよ実力だけじゃない部分でまあ個人って本当に個人的な見解なんですけどそれで言うと僕は INI って超期待していいと思う本当にびっくりするぐらいいいエネルギー持ってる人たちが僕は集まってると思うしダメだ,めだもう。 見に行ってしまうこれよね <laughs> 寄りたい自分もカメラ持って西区 というところで、えー、リアクション動画でございましたけども、いかがでしたでしょうかというところでございます。最強ですね。これはまたちょっと引き続き見ていきながら楽しませていただいて、えー、ダンスプラクティスの方の動画をもとにですね、これからダンスの解説していきますので、そちらの方もお楽しみにしていてください。現場からは以上でございます。えー、静かにできたら、ね、まだ湧いてたんだよね。今気がついてね、チラッと見たんだけど。<laughs> 以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。